今こそこのママチャリの進化を発揮する時で、誰も俺のママチャリがクリアできるとは思っていないだろうが、バイクにはかなわねえってことを教えてやるぜ。なぜみんなは血を這う乗り物を使うんだよ。まさかお前はここで終わりだ。おめえさっきはよく待って、おい、ま、俺にかかれば強行手段だ。ふん、当たらんな。なんだこいつ、急に動きが。お、ようやく来たのか。早く乗れ。何そんなに慌ててんだ。いいから早く。んだよ、仕方ねえな。なんでそんなに急いでんだ。ちっ、もうついてきたのか。ってお前、なんで警察に追われてんだよ。お、ようやく来たのか。遅れてくるのはいつも通りだね。なんとか巻いたか。いや、全然負けてないんですけど。貴様ら二人、窃盗の罪で逮捕する。あ、窃盗って、俺何もやってませんよ。とぼけるな。貴様らのうちどちらかがバナナを盗んだ。バナナだって、こいつしかいねえじゃねえか。あ、バナナ盗んだのこの人です。おい、お前ふざけんだよ。あいつ万引きしたのか。ああ、友人としてどうかと思うね。あれは、今のは何だったんだ、お前の敵か。まあそんなところで、すまない先生が来たようで。ああ、ちょっと危ない、危ない。すまない、怪我はないか。なんとか大丈夫そうだね。じゃあ車に乗って。よし、じゃあ授業を始めるぞ。はい。まあといっても、やることはシンプルで、今回この坂を下ってさまざまな難関をクリアしつつ、最終的に一番奥にある土台の上に乗ればクリアだ。そして着地したところの数字が得点となるぞ。そういうことなら俺から行かせてもらおうか。兄貴、またママチャリじゃねえか。そんなんでクリアできると思ってるのか。うわっ、それじゃあ行くぞ。位置についてよーい、スタート。どうやら弟は俺のママチャリをただのママチャリだと思っているようだが、このママチャリは俺がフルチューニングしたママチャリで、そんじょそこらの一般仕様とは訳が違う。何せ最高速度は200キロまで到達する。問題は俺の脚力がついていけるかどうかだが、この日のために
俺は筋トレを欠かさなかった。今こそこのママチャリの進化を発揮する時だ。なんとか壁走りには成功したようだ。誰も俺のママチャリがクリアできるとは思っていないだろうが、そいつは飛んだ勘違いだ。よし、上が見えてきた。あとは着地するだけだ。ま、少々右にずれたか。まあ軌道修正すれば問題なく着地。あ！はい、ミスターレッド3点ね。はい、次。ま、今の得点になるのかよ。まあいいや。先生、次は俺が行きます。それじゃあ行くぞ。位置について、よーい、スタート。正直舐めてたぜ。兄貴のママシャリがあそこまで高性能だとは認めてやるよ。だがな、たとえどんなにママチャリを強化しようともバイクにはかなわねえってことを教えてやるぜ。よし、壁走りに移行する。このスピードならなんとか生きるはずだ。頼む。よし、なんとか車輪が乗ったようだな。あとは速力を上げるだけだ。ま、兄貴のママチャリでできたんだ。俺のバイクにできないはずはないだろう。よし、まもなく頂上か。あとは姿勢を保って綺麗に着地すれば問題なく。よし、突破した。兄貴が行けなかったところは俺は行けたようだな。やっぱり弟の方が優秀ってところを見せつけてやらないとな。ま、ここをジャンプすればいいのか。なら最高速度で大ジャンプすれば一気に。ああ、はい、ミスターブルー得点なし。じゃあ次はミスターバナナくんね。めんどくせえな。まったく、なぜみんなは地を這う乗り物を使うんだ。これより空中を飛べるマシンを使えば簡単にクリアできるんだ。よし、これで5点獲得だな。ミスターバナナ君、5点。と、ようやく来たようだね。おいー、ちょっと何やってんだお前。まずい、このままでは一か八か脱出す。おいー、少し遅れました。うわ、先生、次は俺が行きます。位置についてスタート。よし、このコースも難なくクリアしてやるぜ。にしてもバナナの野郎、さっきはふざけやがって。後で見つけたら懲らしめてやるぜ。けどその前にこのステージをクリアしないとな。あ、あれはまさか。よく来たね。だがお前はここで終わり。おめえ、さっきはよく待って。おい、悪いね。勝つためには何でもするのさ。さ、ミスターマネーはどうする？お、俺は気絶していたのか。はあ、もういいだろう。いい休憩になった。じゃあ行くぞ。位置について、よーい、スタート。最初から
最大出力だ。あの壁を突破するにはそれなりの総力が必要だ。来たか。だがお前もここで終わりだ。はっ、間もなくか。ブースト、何かわしただと。はっ、まずは最初の難所をクリアだ。ま、俺にかかればこのようなところ難所でもなんでもないがな。ならば強行手段だ。当たらんな。なんだこいつ、急に動きが。いつものやつと違う。どういうことだ。貴様の考えていることなどお見通しだ。なるほど、貴様も学習しているということか。しょうがない、認めよう。今回は僕の負けだ。これで邪魔者はいなくなった。あとはここを下り、点数台の上に乗れば俺の勝ちだ。なんだこのコース、簡単すぎるでは。なんだあいつは何をしている。おー、最後まで油断してはいけないよ。お、全員終わったのか。じゃ、最後は僕の番だね。すまない。ああ、風が気持ちいいな。すまない。いや、しばらく動いていなかったからね。やっぱりランニングは気持ちいいね。乗り物もいいけど、やっぱり走るのが一番いいね。お、上が見えてきたな。もう少しで。ゴールということかな。よし、すまない。どこまで行ったんだ。ま、授業は終わりだろ。さあ帰るか。こんなところにジェットパックがあるじゃねえか。どう帰ろうかと思っていたが、これなら問題なく帰れるね。だ、貴様待て。どう帰ればいいんだ。